にょん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 ってなんか動くのよ。え、見えた。どうもオカルトコレクターと田中俊之です。どうも元仮想場職員の下田花夫です。顔が変わる仏像。気持ち悪でもう口かいてるやん。あの自分のベロをこう当たってかゆなってるやん気持ち悪もうその手で絶対触らんといて。マジじゃあお前をうわもう時間いやいやいやもうやめろやちょっと風呂入ってくるわちょっと何や収録中やん。いやちょっとあかんわ。そっから意識してくるからやめろもう何よ。あ、顔が変わる仏像。 あなたも顔が変わる地蔵、うん、家に あれね、あのこうまっすぐやけどこんな感じで向いてくる地蔵ね。あれとまさに一緒ちゃうかなっていう。え、あれあるやんか、うん、呪物買いに行った話あるやんか。呪物買いに行った話だらけやけどあの、骨董品屋さんに。あそこ、ね、あの京都の山下のやったっけ。どこやったっけ。田辺、京田辺。京田辺か。で前は下田さんに土葬を見てもらったやんか。うんで、あの後に、うん、まあ、もう一個目的があって、うん、まあ、田中さん。綺麗な田中さんね。綺麗な田中さん。京、うん、田辺。誰が汚いね。誰が汚いアプスー修正やの。昔よう言われてたけど、前は。いや、でも、あの、これちょっと脱足なんやけど、うん、本当にその、オチューンでさ、うん、アプスーさんと田中さんが出た時さ、うん、あの、汚さ一緒やだね。いや、そうやろ。そんな変わらんかったもんね。あの、双子ちゃうかって言ってたよね。そんな変わらん。ドッジボールの時な。うん。まあ、それちょっと分からん人はあれですけどね。うん、はい。ググってください。うん、で、まあ、京田辺は田中さんのお店じゃなくて、うん、まあ、家の方やねんな。うん、で、そこに顔が変わる仏像があるんですっていう話で、うんうんうん、で、それを見に行ってたんだよ。うん、それも目的で、うん。で、それがなんていうかな、宇賀弁財天。宇賀弁財天、うん、弁財天様、うん、結構大きいな。宇賀って何。あ、宇賀がな、宇賀神って言って、うん、顔がおじいちゃんで、うん、体が蛇の神様。ああ、はいはいはい、はい、あれか、うん、あれが弁財天さんの頭に乗ってんのよ。へえ。で、宇賀弁財天っていうあの神様がおんねん。で、その宇賀弁財天さんが顔が変わるんですよ、うん、言って、うん、あ、そうなんですかって言って、うん、まあ、その画像がこちらです。あの、あれやな、クラスに一人おるちょっとそのなんていう優しい男の子みたいな、うん、あんま喋らへんねんでもまあでもさ、でお弁当なんかよう一人で食べてるからなんか一緒に食べるって言いたくなるような感じの男の子やね。まあ見てほしいんだけど、うん、顔が変わった瞬間がこちらです、うん。ちょっと向いてるじゃないですか、こう。なんか、あ、だから、カメラ目線。この感じやん、最初。うん。それが、こういうことやね。そうそう。斜めから行く。おぉ、ちょっと、あの、2枚目の方が男前やね。そうやね。やっぱ、うん、目が、なんていうのこれ、うん、埋め込んでる、なんか言ってたけどな。あるやん。あ、確かに。うん、へぇ、ちょっとさ、おとなしい感じで、一人で弁当食べてんな、みたいな。うん、で、一緒に食べようかとか言ってんけど、うん、その2枚目はさ、うん、うちゲーム機4台あんでっていう時の顔やな。いや、どうやっていう。うち来るっていう、その時の顔やわ。うん、で、その時は、あの、まあ、お菓子もいっぱいあんでって。で、しかも今日お父ちゃんもお母ちゃんもおらへんでっていう時の顔やわ。まあ、すごい仏像やで、確かに。うん、そうやな。うん、なんか、ほんま、お寺にあるタイプの。うん。うん、で、まあ、こう顔が変わるんですよねって田中さんは言うから、うん、田中さんで名前一緒やけど田中さん、綺麗な方の田中さん、綺麗な方の田中さん、うんうん、誰が死にかけの田中や。いや、死にかけてるけどな。ほんまやな。うん、でほんでね、まあ、それこれそれじゃ譲ってくださいよって、うん、呪物なんで、うん、でも田中さんもこれ大事にしてるから譲ってくれない。うん、あの、うん、本当にあの綺麗な田中さん、あの本当に正解で、はいね、その時に、たかしさんっていうね、うん、ちょっと下田さんに紹介したいなっていう、うん、人がいるんですよ、うんうん。葬儀関係のね。ああ、はいはい、はい、はい。その人も来てはって、うん、前にも言ったかもしれないけど、仏像とかと会話ができるって。ほほほ、うん、ほほほ。そうやね。で、たかしさんも、うん、なんとなく弁財天さんは欲しいね。あ、
そうなんや。神仏コレクターから。ああ、はい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 。で、あ、そういうじゃん、うん、この顔が変わる、うん、今 見られたね、うが弁財天さんと会話してください。うん、そりゃそうなるよな。うんうん、で、わかりました。うん、なんやろ、そういう環境とかで答えてくれへん時はあんねんけど、みたいな話で、うんうんうん、で、コンタクト取ってもらった。うが弁財天さんの前に行って、はい、で、俺と田中さんも一緒にこう前まで行って、うん、で、田中さんが質問するやん。うん、持ち主が質問して、うん、で答えるみたいな、うんうんうん、田中さんが、うん、綺麗な方のね、綺麗な方の田中さんが、うん、誰がおじいちゃんの田中や、誰が78やねん、もう死ぬやないか死なへんわまだ生きれんねん。で、でこのね家に弁財天さんが来て、うん、よかったですかっていうのを、あ、まず最初に聞いて、うん、じゃあ高橋さんがこう、うん、コンタクト取るの、うん、無視です何も答え、無視、うん、えみたいな、まあまあ、 あの仏なんで、うん、そういうのはちょっと別にそういうのは答えないですね、うん、で他にも綺麗な田中さんが質問するんだけど、うんうんうん、全部答えんかったね、うん、でも高橋さんがその前に話してて、うん、あの俺迎えに来てもらってたから車で、うん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 、だから高橋さん一人で家で待ってた時に、うん、その弁財宇賀弁財天さんと話したらしいよ、ほう、一人で一人で、うん、その時に、うん、あの高橋さんも家で神仏コレクターしてるし、うん、修復とかもいっぱいできんねん、うん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 、だからまあ古いもんなんで、うん、あのもし私のところに来てもらったら、うん、あの いろいろねこう修復とかも可能なんで、うん、ぜひ来てもらえないですかみたいな話もしてんで、うん、じゃあちょっと行きたいですって言ってたらしいよ , 笑ってるやんもう でも高橋さんはマジで喋れる、ああま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 あ、まあ、高橋さんの方をちょっと宇賀弁財天さんは行きたいと思うね、うん、でもその二人おる前でそれ言うのはちょっと気が引けたんかな、そうやろな、あの弁財天さんな、まあ、やっぱも 俺は別に無視してもらってもいいけど、はいはい、綺麗な田中さんはだって大事にされてんだよ、なんか仏ってそんな感じなのそうかもしれないな、ちょっと気まずいなみたいな感じなの、ちょっと気まずかった、ちょっと人間っぽいかもしれない、あ、そう、うんうん、まあそう言ってはりましたけどねって高橋さんは言ってまあでも田中さんもいやそう言われてもなみたいな、あ、そうって言って、うん、その弁財天さんやから、うん、8本腕があるのよ、うん、左4、右4で、うん、で、あれ芸能とかのやつやったっけ、弁財天、なんかそんなんやね、そうなんかそんなんやね、うん、で、まあ武器とか、うん、なんか楽器とか持ってるのかな、なんかいろいろ持てんやね、うん、もう木彫りやねんけど、うん、綺麗な田中さんが、うん、なんか自分が気に入ったな、まあ、骨董品屋さんなんで、うんうんうん、気に入った、これ似合いそうやなっていうのを、まあ4つ、計8つ、うんうん、あの置いていった、手に、あ、なるほど、てて本来弁財天さんの持つものって決まってんねんけど、うん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 、まあ古いもんやしちょっと折れたりも してるんやろ、うんうん、だから水晶みたいな置いてみたりとか、あ、なんかいろいろね、うん、田中さんがこれ似合いそうやなって思うやつを置いていってて、ははだから俺も、あ、これ弁財天さんが持ってるものじゃないっすよね、ちゃうっすよね、うん、と、あ、そうなんですよ、私が気に入ったものをねちょっと置かしてもらってるんです、合うかなって言って、うんうん、で高橋さんがまたその弁財天さんと聞いてもらった時に、うんうん、ちょっとちゃうっていう感じだったらしい、弁財天さん、綺麗な田中さんもえって言ってた、あの気持ちは嬉しいんやけどみたいな、そうちゃうねんな、じゃあちょっとああなるほどねみたいな、見た目的には合ってんねん、合ってんねん、綺麗な田中さん、まあでもセンス良さそうやもんね、センスいいんで、うん、かっこいいんですけど、弁財天さん的にはちょっとちゃう、ちょっとちゃうね、ああそうで、そういうので、うん、なんとなく変な空気になって、あ、だ田中さんもさ、うん、オカルトコレクターじゃないですか、うん、だからほんまにめっちゃかっこよく綺麗に、うん、並べてで、そしたらうちやったらものすごくしっかりと、うん、その呪物を展示というか、祀らせていただきますんで、うん、ぜひうちでお願いできますかって言えるやん、そうやね、今はさ、うん、もううち来たらほんまにゴミみたいになりますけど譲ってくださいって言うようなもんや、だから、うん、みんな早瀬くんとこ持っていくね、そうそうやろな、だってガラスのショーケースに入れてるやん、うん、いやもうそれはな、僕あれしたいわ、もうちゃんとやって一個一個なライトつけてぐらいのテンションで、みんなが、うん、うちに持ってきてくれへんのよなあ、あああああああらららららら、いやまあそれでさ、うん、
まあ俺も綺麗にしようとは思ってんねんけど、うん、チャーミーも持っていってん。おお、なるほど。あの、たかしさんが喋れるっていうから。それは面白い、うん、で、チャーミーちょっと喋ってくれませんって言って、うん、で、たかしさんが喋ってくれて、うん、うち来てどうですか、うん、って聞いたら、うん、楽しいって言ってた、チャーミー。あの、こっくりさんとかは逃げた日言ってたの。そうそう、あ、呪物部屋は逃げたかったよな。まあでも前よりは楽しいっていう感じじゃないの。あ、そう、あ、よかったよかった、うん、それやったらよかったね。で、あと不思議なことがあって、うん、そのたかしさんって結構そういう、まあ、話できるからさ、うんうん、霊感みたいなの持ってるんよ、うん、で、ちょっとあのみんなに体験ね、うん、してもらいたいことがあるんですよ、うん、その、なんていうの、霊的なエネルギーを私は見えると、うん、空中にさまよってる。おお、それは誰でも見えることできますんでみたいな、うん、え？って言って、俺と綺麗な田中さん、ほう、ね、え、綺麗な田中さんと何の田中さん、あの、死にかけの、誰が78年死ぬやんか。78年まで元気になる、ね、元気な、うん、そんなん僕らも見えるんですけど、あ、うん、綺麗な田中さんはちょっとあの感じるタイプではあるねんけどな。おお、うん、もともと、うんうんうん、でも俺はそんなん見えへんから、うん、あ、見えます見えますって、うん、で、部屋の明かりも全部消してくださいって。おで、ほんであれじゃん、あの、ほら、舐めさせてって言ってたよ、舐めたら見える言うて。そいつはもう、そいつはもうほやばいやつやで、顔にかけたら解除される言うてたよ。それを俺と綺麗な田中さん中年の俺らに言ってきたらもう相当やばいぞ。やとしたらマジかもしれへんで。あ、それはマジかもしれへんな。それを試さなあかんかもしれない。そうやな。そんな、あの、そんなやつじゃないんですよ、うん、そんな嘘つき野郎ではないんですよ、うんうん、田中さんは。ぜひ体験してほしいっつって、うんうん、部屋の明かりを全部消してくれって、うん、で消して、うん、なんか月明かりだけその差し込むようにして、うん、で、なんか天井見といてくださいって言って、うん、この綺麗な田中さんの部屋は、うん、やっぱり古いものがもうかなり、そうやな、うん、で、呪物もいっぱいなんで、うん、あの、念が溜まってるから、うんうんうん、まあ、めちゃくちゃ見やすいと、うん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 、だから見えると思います、うん、で、天井見てくださいって言って、うん、そのたかしさんがなんかあのずっとこうなんか指示くれんのよ、うん、で、二人で見てたら、うん、なんかな、ウニョ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 ってなんか動くのよ。え、見えた。そうやね。え、なんか目の錯覚なんかもしれんけど、あ、確かに見えた。おー、すげえ。あ、これですかって、うん、綺麗な長さも見えてんのよ、うん、あ、これですとか、うん、高橋さんが言って、それはだから高橋さんがおるから見えてるんかもしれん、もしかして。ああ、なるほどね、うん、でちょっと散らしますよみたいなので、うん、ってやったら、うん、なんかバーッて、えー、で、次ここですって言って、うん、あの床、うん、ここに溜まってるんで、ま、真っ暗やな、でもな、ほぼ、ま、真っ暗やけどだんだん目慣れてきて見えてくるのぼやっと、うん、で、ここに溜まってるんでって言ったら、うん、なんか溜まってんのよ、やっぱ黒いやつが。え、すごい。で、これもちょっと、あ、これちょっと良くないな、みたいな。綺麗な田中さんの部屋やで。そうやな。ちょっと嫌や。ちょっと言いにくいよ。ちょっと田中さんも、綺麗な田中さんも、えみたいな。ちょっと良くないんで散らします、みたいな。パッて。うん、なんか散んねん。へぇ、おもろ。で、ちょっとね、だから不思議でしたね、あれ。へぇ、うん、田中さんちとかも。やばいんじゃん。でもほら。全部偽物かもしれない。誰が偽物集めてる、何の念もないかもしれない。念なかったらもうあかんよ。念ありきやん。あ、そうやな、念ないと困るのよ。そうやな、呪いがないと困るもんね。そうね、呪いがないと困る、商売上がったりやね、上がったりよ。あ、そうやな、あ、それ面白いですね、うん、でもその方、そうそう、うーん、そういうね、体験しましたね。へえ、皆さんもだからぜひ、あの、田中さんのね、うん、あの、わざっていうお店やられてるんで、うんうん、またあの、行ってください。いろんな骨董品好きな人。面白いですね。うん、置いてるもんがね、面白いんで、ね。はい。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。恋愛と困るのよ。